寝るだけなら、あと私から見ると、まあ、年齢と関係なく取りやすい。
お茶ばっかり飲むのではなくて、いろんなものを飲んでいただきたい。でお茶もすごくいいですが、雑菌作用も多いし、サビを取ってくれるし、つまりお茶というのは、まあ、コーヒーもそうです。それだけを取るとどうしても体の中の水分がどんどん取ってしまうから、利尿作用が強いので、だからお茶いっぱい飲んだら他の飲み物もいっぱい飲む。そこでももちろんお水もいいし、夏がすごくいい昆布茶でもいいし、それだけではなく、たまには 100% の柑橘のジュースでもいいですよ。気をつけていただきたいのは、ジュースだけを飲むとすごく良くないですから、毎日ジュースばっかりっていうのではね、糖分やっぱり強いので、そうすると血の濃度が高くなりやすいから、それだけは本当に気をつけて。たまにはジュースもいいよ。わかりました。まず日本では土用の丑の日に何を食べるでしょうか。はい、中国でもうなぎ食べますか。食べます。私普通のうなぎではなく、タオウナギを担当にいるうなぎ、本当に何と言えばかな、普通の日本の土壌よりもう少し大きいです。ということは、私たちがその普段食べているうなぎよりも少し小さめの、はい、それはタオウナギって日本ではあんまり食べないような気がしたことない気がするんです。タウナギなんて日本にいないよ。まあ、夏はよく食べますね。そのタウナギの場合もなんですが、あの腹の部分が本当に土壌の木のことなんですよ。土壌とは違うんだろうな。でも実際にはそのウナギの中にタウナギ、うん、タウナギ、知らん。だから土壌の時にぜひぜひ食べていただきたい。疲労回復してくれるし、はい、プラス頑張ってしてね。それは全部ビタミン B 抜きですから。タオナギは中国の方はどのようにして召し上がってるんですか。生姜に肉と一緒に炒めます。あー、美味しいですよ。それだけですか。まあ、それが一番多いですね。まあ、一回ちょっと少量の油でまず炒めて取り出して、さらに、ネギ生姜にたっぷりって言って炒めて、もうどうして辛いものが大好きの方でしたら、もう本当に麻婆豆腐のような辛さわーでいっぱい入れて、私がちょっと辛いものが少し苦手ですから、うちおばあちゃんよくお醤油と黒酢、少しあの黒砂糖、甘くてあのしょっぱくて酸っぱくて夏には最高にいいです。タウナギの臭さみたいなものはもう料理すると分かる。そうですね、辛い。それはそのために多分大量な薬味を入れる、まあ、それでことでしょう。土壌はな、この小さいのはネギと卵をやって食ったことあるけど、普通の大きい土壌はどうも空気になるね。土壌って骨が硬いね。ちょっとしか取れないときはうちに置いといてな、少したまるまでうちに置いといて、それがルーに行ったけど、その赤い食べる部分と緑の皮の間の、はい、薄い緑色の部分をいただくという、お互いが大切なものなんです。そうなんですね。子供の頃よくおばあちゃんたちがおっしゃったのは、スイカがいわゆる普通食べるとか、はい、赤いところもちろん大事です。土壌屋さんがあったんだから、あのああいうお
店に売りに行ったんだろう、降ろしたんだろうな、東京の、東京のほら料理屋で、ドリル屋さんでしょ、そういうとこに。頼まれてて持ってったのか、向こうから取りに来たのか、それは分かんないけど。あそこを漬物にするとは聞いてるけどな、薄い緑色の部分ってなんかどんどんどん少なくなってるような気がしますけれども、そこも大事ということなんですね。食ったことねえから分かんねえ。人は入る前にどうしても熱く感じたら、私は大体スイカを食べてもいいんですけど、やっぱり甘い方、熱前にあまり甘いものを食べたくないので、お理系のものもしあればスイカのその白い部分をスッて、ね、飲む。でもなんかそれだったらなんか、はい、次に近くなって、ぜひ。この先、東名高速、その他待ち伏せエリアを注意してください。これ全部いくらしてんな。上りだったからあれでしょ。なんだ、すごく煙入ってるよ。踏み込んだじゃなくて、ガーッて。いや、かえずに。何でよくわかんないけど。あとは、まあ、そのまま食べても、そこも美味しいですが、電車の後どうして食べる、これがおやつになる。排ガスかい、これ。排ガスどういう。この先、左からの合流があります。上の方がご覧にしようとまぶして、干したら本当に、灯油なんかやってるみたいようになります。お茶受けに、いいですね。なんか、軽油に混ぜ物してんだよな。よくわかんないけど。わかりました。そしてスイカと同じくですね、やはり夏に食べたくなるもの、そうめんです。伊沢さん、そうめんというと、なんかこうイメージとしては、あのそうめんだけ食べたらあまり身を取れないのかなって思い出しますが、まずそのそうめん自体にも栄養があるんですね。おっしゃる通りです、はい、あの基本的にはそうめんの原材料がもっと、でもしの場合は、基本的な効能というのは、体の熱を取るとか、あとはビタミン B が豊富なので、それが食べていただくと理由かなっていうということなんです。はい、じゃあわざとこうやってこうやって結構つけらんねえしちゃったけど、そうそうそう、ちょっと中でもあの入れないようにね、こっちがしはね、本当に身に合ってます。ひじきんだけ止めとこないでもね、乗車ね、なんでまぁ乗車ちっちゃいけど、まさかトラックのとこ止めちゃう人もいるんだね。こっちこんなにあんのに、あっちは兼用だもん、あっちは兼用だもん、めんどくせえからこっちもやってみる。あそこ置いとこ、前も